持ってね。続いては社会福祉法人市川レンコンの会レンコンバンド。社会福祉法人市川レンコンの会では、障害があっても生まれ育った地域で生き生きと生活できるようさまざまな支援をしています。普段は福祉作業所レンコンの家で仕事をしています。また文化的活動としてレンコンバンドの活動を行っています。近隣地域のイベントでバンドとダンスをしてイベントを盛り上げ、自分たちも楽しんでます。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、社会福祉法人市川レンコンの会レンコンバンドの皆様です。どうぞ。どうもレンコンバンドです。市川市民祭楽しんでいきたいと思います。どうぞ手拍子でお願いいたします。Thank you.
ではこの辺で9番パプリカ行ってみたいと思います。オンボーカル成田真理さん、大きな口でお迎えください。そしてもう一人真ん中、染谷さん、大きな口を。この染谷さんのマイクちょっと大きめでお願いします。そしてその向こうが小地さんになります。はい、大きな拍手でお願いします。行ってみましょう、パプリカ。しました。では乗ってきましたんでノリノリ曲行ってみたいと思います。今日は若いヤングマンがいっぱいいらっしゃるようなんで、この曲懐かしのヤングマン行ってみたいと思います。45番、小川さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。我々市川連合の会では障害があってもみんなで仕事頑張ってます。応援お願いします。よろしくお願いします。では若い皆さんにお送りします、ヤングマン。
ご一緒に、はい。ありがとう。オッケー。楽しい時間が過ぎるのは早いもんで、いよいよ最後の曲となってしまいました。最後めちゃくちゃ盛り上がって終わりたいと思います。33番ギンギラギンにさりげなく。はい、はい、小川さんマイクちょっと渡していただいて、はい、歌いますのは皆さん手拍子じゃない拍手でお迎えください。職員ジャニー長澤さんです。あ、ジャニーダメだ。大きな拍手でお願いします。行ってみましょう。ギンギラギンにさりげなく。
少しください。石川最高です、ありがとう。我々販売で後ろ50番でテントで販売やっております。後でチェックしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、ありがとうございました。ありがとうございました。マッチです。いやー本当に楽しそうに演奏されるんでね、見てるこっちも楽しくなっちゃいましたね。ということで、社会福祉法人石川蓮根の会、蓮根バンドの皆様ありがとうございました。